ちょっと食料を食いに行きましょう。あ、頭あるじゃん。よかったよかった。よくはない、よくはない。もうなんかこのゲームやりすぎて、ちょっと待て、おい。誰だ、ここに巨木を入れ込んだやつは。この皆様、新年明けまして、おめでとうございます。ヴェルクラーでございます。見てください。この禍々しい光景。新年の初日の出を見る一人の若者、若者っていうか、あの首から下がちょっと棒になってるんですけどもね。あー、沈むね、初日の出が沈むね。まあ、そんなわけでですね、今年もねやっていこうかなと。こちら、森動画ね、うん、やっていきますよ。また今年もね作っていこう。で、前回からね、まあご存知の方はね、見てる方は見てると思うんですけども、学校化計画、学校を作ってましてね、まあそちらの方をね、まあ、引き続き作っていきたいかなと、まあ言った次第でございます。これね、実は1時間以上かけて、お、見えてきた、これ1時間以上かけて実況したのに撮れてなかったっていうもうね、新年からね、ちょっと泣きそうになった、泣きそうになりましたよ。私は軽くね泣いた、新年早々軽く泣きましたわ。新年早々ね、まがまがしいものをね作っていきますよ。こうめでたい感じ、よくなんかこう鏡餅みたいなの飾るじゃないですか、ああいう感じ。これこれね、ちょっと待って、日が沈むな。ここを運動場にしようとしてたんですね。ここ運転で遊び道具がこうやっていっぱいあるでしょ、こんな感じで。いや、これね絶対面白いと思うんだよ、絶対面白い、いろんな意味で面白いと思うんだよね。ええ、ここにいらないものをね置いておくやつも作っております。あれ、あ、もう置けなくなってんのか、早いね。ちょっとここにももう一個作っておきましょうか、遊び道具のためにね。いつでも遊び道具を作れるようにね、ここに大量にこうやって保存しておくことを作っておきましょう。枝がない、枝だったらこっち使おうか。よし、で置くと、あれ置けない、なんで、いつもなら置けるはずなんだが置けなくなってるな。まあいいか、後でやりましょう。それよりも、あ、これ変なとこ作ったな、これ変なとこ作っちゃったかもしれない、これ。まあいいか、あ、そ、運動場だしいいか。で、運動場にね、こういったものもね、置いてありますね。あ、これもね、これとこれとこれね、これだ、ちゃんと機能してくれるかな。で、あそこからあそこにつなぐものもね、じきに、作りたいと思います。でですね、今回ご紹介したいのはね、中がどうなってるのか、早速やっていこうじゃないか。廊下ですね、これが。いや、立派なもんでしょこれ。で、まあ右は前回言ったような教室ですね。桑田先生がね、24時間かけて生徒たちに教えております。パンツ一丁でね、ブリーフ一丁で必死こいてね、もう体当たりの授業ですよね。生徒に体当たり、体当たりされ、された挙句、あんまちょっとこうやばいことになってるんだけど、まあこれ真面目な生徒のね、佐藤くんもね、ここにいらっしゃいます。真面目すぎてね、真面目すぎても寝てるよね、眠いんだろうね、眠いんだろう多分ね、桑田先生の授業が。でも出席してるだけで偉いと思う。でですね、ここを明るくしていって、こちらからね、後ろね、出れるようで出れないなので、まあ真ん中か、まあ、奥からの、まあ、出入りになりますね。こちら真ん中も出れた、よし、出れた。で、こちら職員室、こちらがね立派に、ちょっと寝てるな上に、何あれ、ちょっと待って、寝てる人がいるんだけど、なんでこんなとこ寝てんの。職員室、先生かな、先生寝てるね、なんか知んないけど、あ、先生寝てるね。いや、えらいとこ寝たな、これ。器用なとこ寝たね。まあ、ちょっと記念撮影しときましょうか。
ここに先生が、先生がなんだこれ、木に挟まってないか。あ、ケツいい感じだな先生。これなんか板になんか潰されてないあれ。あれおかしいな。でもう一人ここに先生がいたはずなんだけど、もう一人の先生も消えてますね。でここお気づきの方はいらっしゃると思うんですけど、天井ですね。な、職員室にちょっと天井を作ってましてね、これを、きちんと作りたいと思います。やっぱりね、天井ないとね。あ、ここにも光源がと、よいしょ。それとですね、まだこれねあるんですわ。でこれ廊下、廊下もちゃんと引き詰めないといけないんですが、こういった先にね、ここちゃんとね、なんだこれは誰だこんなもの乗せたのはおいおい、なんか巨木が乗っかってんだがミステリーやな、ミステリー。ちょっと待って、あそこにもなんか乗ってないか、あれ巨木が。謎やわ。おお、生徒だ、大丈夫か。よし。でですね、こちら用務員ですね、用務員というかこちらにね、警備員室かな、ずっと、監視してくれてます、外をね。もう居眠りこいてるけどね、ちょっとね派手に眠ってるねこれ。グースかピーね、ちょっと昼にできないかなこれ。どうや、無理か、無理そうだな。足音聞こえたな今。生徒が来てるみたいね、夜間でもね。真面目な生徒が、まあ夜でも授業を受けたいっていう人がねいるんでしょう。こちら廊下が続きます。廊下続いていって、でこれ2階、2階にこう行くとですね、これ2階部分をこう設置してる最中なんですね。生徒がいるな、深夜でね。これね、でも設置できる数が、1階に設置できる数が決まってて、でこっち側にね設置がね非常に難しい。なんかあのね、きちんとはまってくれなくなっちゃって、これダメだなっていう、斜めになっちゃうんだよね、ビクンビクンになっちゃうから。でここに廊下も、今作っておりまして、ここにですね食料置き場、うん、まあ売店みたいなもんですよね。売店みたいなの作っていまして、売店のおじさんかな、ごめんな、売店のおじさんちょっと待って、ちょっとどいてそこ、売店のおじさんちょっとどいてよし、売店のおじさんをねゲットしました。ゲットだぜと。でこちらちょっと売店のおじさんいっぱいいるな、売店のおじさんがいっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。 OKOKOK、 ちょっとした迷路になってますよねこれ。ちょっとした迷路作れるかもなこれ。であそこに、まあ、仕切りの壁を、まあ、今後作っていきたいという形なんですね。うん、まあ、早速朝にしちゃいましょう。朝に簡単に仕方をちょっと編み出しました。まずここに入ります。そして敵を全部リセットします。そこからの全速力で、寝るやつね。ちょっとこう近くに作った方がいいんだけど、ちょっとこんな遠くになっちゃってたな。ここで、寝ます。すると朝になります。一応セーブしておきましょう。これ便利ですよこれね、自分我ながらねこれ便利だなと思いましたわ。さっきの、販売してたおじさんの一部をここにうん、すいません、FG 効果がかなり発揮されてしまいますが、まあそれに見合う要塞になるんじゃないかな。うん、さあ早速作っていこう。まあこれね、去年はね本当にお世話になりました皆さんにも。なんと言いますかね、こんなね、私のね、島流し動画をね、見ていただいてね、もうありがたい限りです。まさかねこれでね50、60本近いのかな、やって年を越す日が来るとはね、私も思いもしませんでしたわ。よいしょ。で、前回ですね、前回っていうか前にも話してたんですが、まあ
コッドの動画かなんかで話してて、まあ餅食べるのはね皆さん注意してくださいと。餅をね本当ね喉に詰まりやすいんで、年配になればなるほどね。まあ、今年もねあまり犠牲者が出てないことを私は祈ってますよ、じいちゃんばあちゃんのね。私も餅大好きだからさ、あれ若くてもさちょっとやべって思う時あるんだよね。正月皆さん何やられたでしょうかね。私ね友達と忘年会というか初詣に行きました。みんなで鍋やってね、タラと鮭とかね、牡蠣とかが入った、何を切った今なんか肉が飛び散る、あ鳥かまたあれか、すごい剣術見せてしまったようだね。飛んでる鳥を切り落とすっていう、ちょっとした佐々木小次郎でもできないことをねやってしまいましたけども、まあそんなわけでね行ってきたんですよ、初詣の方。その時の写真こうパッて出てると思いますけどもね、ちょっとこじんまりした神社でしたけども、みんなでねカウントダウン3、2、1ってやって初詣行ったの久しぶりでしたね。そんな初詣なんていうか新年らしいことって何年ぶりだろうか、かなり久しぶりにそんなことやりましたね。こういう新年迎えもいいもんだなと、ちょっとね正月気分味わえてね友達にちょっと感謝しています。でおみくじも引きましたよ皆さん。おみくじなんだと思いますか、私の今年のおみくじ。まあちょっと予想ついてると思うんですけども、ツイッター見てる方はね、まあ、気づいてると思うんですが、大吉が出ました。大吉ね、2年連続大吉です。もうあれだね、大吉のプレッシャー半端ないね今年ね。大吉らしい人生送んないとね今年はね。でまあそこでですね、まあ新年会いろんな方とね、まあ、初めて会う方とかもいらっしゃったんですが、いやーびっくりですね、私の動画を見ているという方もいてですね、もうなんていうかね、死にたい気分になりましたよ私はね。こっぱずかしいってなりましたね。嘘っていう、リスっていう、何も出ないのかちょっと待って、すまんなリス、ちょっとリスから何が取れると思って初めて、そうだよ、リスがじゃない、あそれリスが、追加されたんですね、ザ・フォレストでね。前も言ったかもしれませんが、初対面でしたよね今の。ちょっと流れるように殺してしまったけども、リスがね追加されたということです。食料にならなかったね、いやちょっとかわいそうな摂取をしてしまいましたわ。お、倒れろ。でマルチの方もねまた合わせてやっていきたいと思います。やばい、いろいろと底つきそう、あの体力もお腹の減り具合もやばい。これは雑煮が食べたい、おしるこが食べたい。あ、今年になってまだ味噌汁じゃない、あのおしるこ食ってないな、餅食ってないな、そういえば餅の話で思い出したけども忘れてた、餅食いたいな。あ、誰か作ってくんないかな、雑煮を買ってこいってね、買ってこいって。そういえば町人はね、もうおみくじ、びっくりした、町人いたわ、私の愛しい恋人。町人はあの出会いは遅くなるって書いてあったんだけど、早かったね、びっくりしたね、早すぎてびっくりした。今あの町人来ないと思ってたからいやー、そういう縁談もあるんですね。ちょっと食料を食いに行きましょう。あ、頭あるじゃん、よかったよかった、よくはないよくはない。もうなんかこのゲームをやりすぎて、ちょっと待ておい誰だここに巨木を入れ込んだやつは、この壁というか窓にあの立て続けに何かちょっと起きててね、怖くなりますね。おい、ちょっと待って、あの人手をここに置いたやつ誰だ、おい人手があるぞここに、どうなってんだこれ。桑田さんですかこれ置いたの、桑田先生ですか。いやーびっくりだね、立て続けに起きるね、新年だからかな、すごいね、そんなこと起きるんだねもうこのゲームに慣れすぎて
あの常識さを失いそうですわ、正気を失いそうです私、きっとあれだろうな、こういう島にまあ降り立って実際にサバイバル生活するともうそういう風になっちゃうんだろうね。もう倫理観とかそういうの言ってる場合じゃないんだろうね。もう生きるために必死なんだろうねきっと。よし、トカゲを置いときましょう。よいしょ。このね、あの今トカゲ見て思い出したんだけど、あのジュラシックパーク映画好きなんですけど、ジュラシックパークの新作出るらしいですね。またなんか新種を作ってしまって、その新種が暴れるみたいなことになるらしいですよ。ちょっと楽しみだよね。食料あとこれ3つだけか。なんか予告編ありましたんでね、ぜひともね、興味ある方は検索してみてください。この辺に鹿がいるんですよ。で食料としてもね、あ、すごくね助かります。この近くにそういう、大型のね肉を落とす人がいてくれるとね、非常に助かるよね。見て、ほらほら、オッケー、オッケー、おっと、いい避け方だね。動くなよ。おし、来た来た来た。毛皮も、ちょっと待って、もう一匹。あ、ここいたか。ち、仕方ねえな。よし。あ、リスね。リスはもういい。リスはもういいぞ。これね、結構手に入るけど、毛皮ね。これ寒くなくなるから。あと一匹ぐらい。多分2回ぐらい肉持てるんじゃないかな。追いかけましょう。追いかけるまでもね。ちょっと待って、矢がない。矢がないぞ。矢がないのに何をやってるんだ私は。ね、ちょっと作りましょう。よし。さあ行きますぜ。よし、かい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 。ここら辺見ただろう。気づかれずに、見て見て。気づかれてない、気づかれてない。おっと、いい避け方じゃねえか。なかなか俊敏なやつやな。よし、いいんじゃないか。あ、いいね、手に入ったね。さあこれをね置いておきたいとこなんですが、あの盗まれるからここやめとこう。もうこの2匹にしとこう。あの鹿肉だけね大量に奪われたんですよ。やってらんないっすわ。なのでこちらね、でその干す前にこの側面だけ作りたいよね。ここね、ちょっと側面だけ先に作りましょうか。こちらね、ちょっと取ってきます。さて、そんなわけでね、壁の方できました。見てください。あ、ここ菜園もね、菜園もこれ作っとこうね。あ、別に部屋設けて、あ、そこに作るのもありだな。ここにまあ1個作っておいて、でこちら、できたここに、光をねちゃんと作っておきましょう。マイクラみたいなもんだよねこれ。実際のとこね。あ、ここがこう木が燃えてる感じにしよっか。これ、あ、これいいね。あ、いいじゃない、いいじゃない。で、ちょっと、置いておきましょう。ちょっと待って、ここ、あ、大丈夫か。で先のほどの鹿肉を、置いておきます。これしっかり覚えておいてください。ん、多分盗まれないとは思うんですけどね。盗まれたら悲しいな。魚はこっちにしとこうか。じゃあ魚介類はこっちにしとこうか。ちょっと楽しくなってきたな。こういうの楽しいな私。なんかだいぶやっぱセーブ機能が受け継がれるようになったんで、なんかまったり建築できるよね。で、こちら菜園にしてもいいね。少し大きめにとってね、あそこにあるな丸だが、大きめにとってもいいかなと思います。じゃあちょっとここに引いてみましょうか早速。うん、あったあった。これをこうやって、こっからねガーッと大きめに取りましょうか。2個3、3本目くらいかな。あ、3本目、3本も必要ないか。2本ぐらいにしようか。
2本ぐらいでコート、これどうでしょう。ここを再演ちょっとした、あ、しまった、これ曲がり角もガクっていけるんだ、あの忘れてましたね、曲がり角ガクっていけるのって何なのかって言ったら、まずこうするでしょ。これ直線にするのこれ難しいぞ、これこんぐらいかな。でこのここにこうクリックした後、毎回もう一回こうやって弾けるんですね。これがちょっと便利だということですね。とりあえずここで終わらせましょう。あ、綺麗に弾けてるね。うん。こちらをちょっと窓にしまして、こうね。これ窓にして、またこちら側は、隣の方に行けるようにして、ここに3円を組みましょうか。またね。3円だけじゃなくて他のもいいかもしんないね。ここね。まあ、ちょっと待って、もう時間になってるな。ちょっとね、正月からね。ちょっと楽しみです、これも。ちょっとどんどん進めて、学校というより何だろうな、学校を超えた何かになってきてるよね。そのうち、なんていうか、こう、巨大な迷路みたいになりそうだよね、このまま行くとね。まあでも楽しみです。ご視聴の方ありがとうございました。今年もね、バリバリとね、ザ・フォレストの方でね、サバイバルしていくんで、で、ミスター P とね、カボチャも入れて、マルチの方も、建築していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんの良いお年を祈っております。ベルクラでございました。チャンネル登録は PC からは画面上のアイコンから、そして携帯機器スマホなどの方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。